ロッキーホラーショーは1975年のミュージカルホラー映画。2005年にはアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録された。リチャード・オブライエン原作のホラーミュージカル舞台劇ロッキーホラーショーを映画化した作品である。なお、本作のジャンルはホラー映画ではあるが、全編を通してミュージカル映画としての構成になっており、全体的に コメディタッチで描かれている。恩師、スコット博士に婚約の報告をしようと出かけた恋人同士のブラッドとジャネット。しかし、嵐の中、道に迷った山中で車がパンクしてしまう。電話を借りようと近くの古城を訪ねるが、そこでは目を疑うような奇怪なパーティーが開かれていた。城の主フランクンフルターは変わった人物で、彼は自身が作った人造人間。 ブロンドで筋肉質の美男子、ロッキーを披露する。そして、フランクンフルターとロッキーは結婚するような演出でベッドのある部屋へと向かうのだが、ジャネットがロッキーの虜になってしまう。さらに、バイセクシュアルのフランクンフルターは、なんとジャネットとブラッドの両方と性的関係を持ってしまった。オークリーコートオークリーコートロンドンの衝撃場で、 始まったリチャード・オブライエン作のロックミュージカル、ロッキー・ホーラー・ショーは、奇抜な内容ながら熱心なリピーターを獲得し、アメリカ合衆国のロサンゼルスやオーストラリアでも上演された。映画化されたのは、舞台開幕から2年後の1975年。舞台からこの作品に関わっている、監督のジム・シャーマンは、有名、ロックスターを使った。 大予算映画の提案を蹴り、オリジナルのキャストとスタッフを集めた低予算映画にする道を選んだ。フランクンフルター上には、オークリーコートが使われた。ティム・カリーをはじめ、リチャード・オブライエン、パトリシア・クイーン、ネル・キャンベルといったオリジナルの個性的な面々に、スーザン・サ・ランドン、バリー・ボストウィック、ミート・ローフなど、新規のアメリカ人キャストも加わった。サイエンス・フィクション。 日本立て、サイエンスフィクション、ダブルフィーチャーダミット、ジャネットダミット、ジャネットフランケンシュタインの屋敷にオーバーエイティーザ、フランケンシュタインプレイスタイムワープタイムワープ、スイートトランスウェスタ、イトスイートトランスウェスタ、イト、ダモクレスの剣ザソードオブダマクリーズを男に、してあげる、アイキャンメイクユー、エイマムホットパトゥーティー、プレスマイソールホットパトーチエ、プレスマイソールを男にしてあげる。 リピート、I can make you.A マン n リプライズワンスインアホワイルワンスイン .A ホワイルオリジナル版のミタッチ、ミートーチャ、トーチャ。タッチ、メ、プラネット、シュマネット、プラネット、シュマネット、エディ。エディーズ、テディ、フロア、ショー。世界をバラ色に染めて。ローズティンと、マイワールド。ファンフェア。ドンとドリームイットビーイット、ワイルド、アンド。アンテームドシング、ゴーイングホーム、アイ。アイム、ゴーイングホーム、スーパー。ヒーロー、スーパーヒーローズ、全17曲の楽譜。 ザ・ロッキー・ホラー・商売、リチャード・オブ・ライエンが出版されている公開当初の評価は最悪で、試写会の席では、プロデューサーの目の前で客が次々に中途退席していったという。しかしカニバリズムなどの猟奇的であったり、麻薬などのインモラルな要素もあるものの、当時の他の映画ではとても見られない、奇怪なキャラクター、刺激的で洗練されたロック音楽と衣装、舞台のデザイン、 コモセクシュアルやバイセクシャルやトランスベスタイトや乱行も含めたエロティックな内容は少数ずつながら確実に支持者を増やしていった。公開1年後にアメリカで始まった深夜興行では俗に言うコスプレをした観客が週末ごとに集まり映画を見ながら全員でお約束のツッコミを叫んだり紙吹雪や米を撒き散らす。さらにはスクリーンの前で俳優が 同時進行で演技するといったパーティー形式の上映が定着した。この上映形態は舞台版と同様の熱狂的リピーターを続々と生み出し、やがてカルトムービーの代表格として必ずその名前が上がる高みに本作を押し上げていった。この様子はミュージカル映画フェームで見られる。日本でも模倣されて映画館によっては注意書きが書かれることもあった。 あえて流行り者を排除したという映画の内容は、公開から三十五年以上が経過した二千十年以降もなお古びておらず支持されており、熱心なリピーターに支えられて、上映会は二千十年現在でも、世界中のそこかしこで行われている。二千十五年のインタビューで、リチャード・オブライエンは、人と違うことを祝福していることが評価されたと、十回しており、二千十五年九月には、 リバイバル版が上映された。同スタッフによる関連作にこの劇中での出来事の後日設定のショックトリートメントがあるが、同じ役はブラッドとジャネットだけで演じている俳優が違い。ジャネットはファントム・オブ・パラダイスのヒロイン、ジェシュカ・ハーパーが演じており、本作に出演したリチャード・オブライエン、パトリシア・クイン、ネル・キャンベル、チャールズ・グレーランが出演しているものの、 こちらは役柄が全く別で、内容もテイストも違う映画になっている。ありがとうございます。